南ブライダル&ホテル観光専門学校ブライダル科プランナーコース1年山城美鈴です。小禄高校出身です。1年の秋から始めました。福岡校ともやってたんですけど、インターンもあって、そのまま就職もしさせていただける企業があるなら沖縄校がいいなと思って、学費の面も考えて同じ授業を受けてちょっとでも安いならと思って沖縄校を選びました。友達がみんなフレンドリーで先生たちもあったかいから学びやすい環境にあるからです。7月7日に行われた模擬挙式です。トロピカルウェディングをテーマにしたウェディングだったんですけど、みんなで頑張ったのが見に来てくださった企業さんに一生懸命やったっていうのがちゃんと伝わって、残ったところが自分たちの見せどころだったんですけど、それもちゃんと見せたので、それが一番の良かったところだと思います。 MC 泣いてました。先生たちも泣いてました。この間模擬挙式だったので、最近の授業は全部模擬挙式に関する授業で、メイクもそっちに向けて、あとドレスも見せ方とか着せ方中心に勉強してました。カップルさんだけじゃなくて、その周りの人も一緒に幸せにできるプランナーになりたいです。思ってた以上に体力勝負なところが多いんですけど、やりがいはしっかり感じられます。私の経験からすると、2年の夏が部活としても一番の頑張りどころなので、その前にやりたいことをできるだけ決めて目標を定めてた方が部活動を引退した後楽になると思うので、いいと思います。沖縄ブライダル&ホテル観光専門学校はみんな明るくて、学校も新しくて、ホテル観光科は開設されてなくて、今から来る子たちが1期生になるので、ぜひ来てください。イエーイ。たくさんの人を幸せにできるウェディングプランナーになります。イエイ。新しい自分発見のお手伝いをするスタイリストになります。世界で活躍するウェディングプランナーになります。イエイ。思いやりと笑顔があるブライダルヘアメイクになったるさ。イエーイ。人の心を癒せるフラワーデザイナーになります。キレを引き出すヘアメイクアーティストになる。イエイ。花嫁を輝かせるドレスコーディネーターになります。イエーイ。頑張ります。